春英社未来文庫。海色ダイアリー。お隣さんは五つ子アイドル？どうした、シキ？ふたばくんも私のそばにやってきてくれた。シキくんと同じ顔をしてるのに、やっぱりどことなく冷たい印象を受けてしまう。のんびりしたしきくんの口調と違って、ふたばくんははっきりした物言いをする。すごい。テレビと同じだ。ねえねえ、この子、管理人さんの娘さんなんだって。あ、はじめまして、夏目岩です。よろしく。ふたばくんは、メガネをクイッと人差し指で上げると、私になんか興味なさそうに、玄関へと戻っていってしまった。ごめんね。ふたば兄さんはいつもああなんだ。そうなんですね。まさか知ってますとは言えなくて、四季くんの笑顔につられて私も笑顔でごまかした。シーニー。あ、突然玄関の扉が開かれたと思ったら、立花兄弟そっくりの男の子が現れた。え、あれ、同じ顔が3人。あれあれ、私の隣には四季くんがいて、玄関にいるのが双葉くんで、じゃあ目の前に来たこの人は誰？すっごいんだよ。家の中広いし、かくれんぼできそうなんだよ。シーニーもニーニーも来てよ。こら、いつか挨拶が先だよ。え？管理人さんの娘の夏目ゆわさん。あ、ごめんなさい、こんにちは。ハキハキと元気よく挨拶してくれたいつかと呼ばれた彼は、やっぱり二人とそっくりだった。ただ口調とキラキラ光をたたえている瞳から、みんなより元気な印象を受けた。立花いつかです。いつかくん。はい。呆然と名前を繰り返した私に、いつかくんが嬉しそうに笑って元気に返事をしてくれた。そういえば僕たちの自己紹介もまだだったね。いつかくんの隣で今気がついたとばかり、しきくんがつぶやいた。私は一方的に二人のことを知っていたから、名前を名乗ってもらっていないことは全然気にならなかったけど、いつかくんの登場に混乱してしまう。同じ顔が3つ。まさか三つ子だったなんて思いもよらなかったよ。僕は立花四季。あっちのメガネは立花双葉です。よろしく。よろしくお願いします。改めてこの二人を前にすると、今更だけど緊張してしまう。あの、双子じゃなくて三つ子だったんですね。え、双子。私の言葉に四季くんが困ったように首をかしげた。どこから話せばいいかな。海色ダイアリー、未来文庫で大好評発売中。チャンネル登録よろしくね。